はい、こんにちは。日本改革党、くつだわです。今日実は電車乗ってたら、埼玉県警の公安さんにばったり、向こうが見つけてくれて、声かけてくれたんですけど、今、川口駅前が暑いそうであります。いろんな団体がですね、毎週のように凱旋やんだけど、妨害がすごいんだって。クルド人の妨害じゃなくて、なんか見たことあるような、まあ、芝木隊ってやつですか、まだやってんだな。芝木隊っていう隊自体はなくなっちゃったけれども、まだまだいるんだな。で、動員されてくるんだな。最初は芝木隊の連中も5人ぐらいいったんですけど、回を重ねるごとに選手は40人ぐらいになっちゃって大変ですよなんて言ってるね。いたないっすかって、丸々さん今まで暇してたんだから、〇〇さんがもっと忙しくなりますようにって言ったら笑ってましたけれども、産経新聞、何かと出しゃばってた学術会議さん、処理水についてはだんまりっすか。こういう時こそ率先してですね、科学的な説明しなくちゃダメなんじゃねえのと批判しておりました。まあ科学的に調べてですね、問題ないでした。では、死んでも言いたくないんでしょう。だからだんまり決め込んでるんでしょうけど、本当に有害な組織だなぁ、思いますよ。民営化なんて話も出てますけれども、私は完全に解体すべきって思ってます。事務所も畳んで完全に解体すべきと思ってます。せめてね、分割して、東本願寺と西本願寺に分割して相争わせるとかね、これ本願寺で跡目争いが勃発した時に家康が乗り込んでって、2つに、じゃあもう2つに分かれなさい、本願寺その当時武装してまして、厄介な組織、自分に歯向かうかもしれない組織だったんで、うまいことやったなぁ、相争わして、エネルギーを消耗させて、本家学術会議と総家学術会議とか、東日本学術会議と西日本学術会議とかに分割して相争わせる、どっちが優れているかを競争させる、で税金は投入しない、っていう風に、できるかな、できねえだろうな自民党はな、増税メガネ肝入りの感染症危機管理統括庁、いつの間にかできてました。あはは、なんだそれ、なんか庁をですね、作るのが流行りらしくて、2008年観光庁、2009年消費者庁、2012年復興庁、なんか毎年のようにできてんな、2012年原子力規制庁、スポーツ庁、防衛装備庁、出入国在留管理庁、デジタル庁、子ども家庭庁、内閣感染症危機管理統括庁、だそうであります。世論です。また増税しないとね。お、息子の就職先かな。どんどん増えていくとか、ウイルス、税金を食い物にするための組織が次々と作られていく。新しいの作って俺の手柄ってやるのが自民の政治。ウイルスより税金がきつい。増税クソメガネの顔を見るだけでイライラする、山上さ、お前の出番ここだったんじゃねえー、というような、増税メガネから増税クソメガネにバージョンアップしました。右からも左からも憎まれて、まして、山上の出番はここだったんじゃないか、という意見に私も賛同せざるを得ません。増税の匂いしかしないもんね。無能は組織を作るのが好き。民主党もですね、〇〇追及チームだの、〇〇調査チームだの作って、なんか張り紙して、写真撮ってましたよね。その後の活動の報告書は一切出なかったけど、なんか集まって発足しましたって、写真撮ったらそこで終了みたいな。内閣府の一部として発足したようなんですけど、内閣府に感染症の専門家っておんのが、内閣府っていろんな省庁から出向していくんですけどね。
誰それこういう専門家あ汚してくんないみたいな、いうので構成されてるんですけど、厚労省から執行させるんだったら厚労省の所管でよかったんじゃねえのかな。息子の就職先か、これ案外当たってくかもね。上に専門家いない方が好き勝手できるし、内閣府はなんかゼネラリストで、そこそこみんな専門でみたいな、でがっちりした専門家いなさそうで好き勝手できますね。内閣府の下部組織だったらね。北海道新聞夕刊やめます。ピーク時78万部から23万部へ、減ってしまい、作って売ってもコスト割れだって。紙代の値上がりと、運送費の値上がりで、だそうであります。世論です。ざまー、北海道ではダントツだったのにね。媒体としての新聞もいらん。新聞は一番信用できる媒体なのになんで落ち込むんですか。需要がないと認めたか。こうやってじわじわ聞いてくんだな。新聞取ってんの近所では一件だけだわ。朝刊もいらないんだけど同心なんて読んでると頭おかしくなるぞ。もう何年かしたら朝刊も休止と。同心ってどっかの医大に侵入して捕まってですね、報道のための行為とか正当化しててますます炎上してたとこですよね。23万部はコスト割れなのね。こういうのは損益臨界点って言うんでしたっけ、損益分岐点って言うんでしたっけ。ちょっとうろ覚え。紙の新聞環境破壊、森林を伐採して電気を使って静止して印刷して、それをガソリン回しながらバイクで配るっていう完全な環境破壊ですよ。読んでる人も同罪です。ネット有料記事もいまいち振るわないのは金出すに値する記事書いてないからですね。自業自得ですよね。私が生きてるうちに朝日毎日の父さんが見たいんですけど、体力がない、低い地方新聞の父さんの方が先ですかね。同心、信濃毎日、東京新聞、神奈川新聞、沖縄タイムス、琉球新報なんかが赤くて有名どころなんですけど、こういうとこから潰れて切ってくれないかな。お願いします。ふるさと納税流出額115億円の川崎市、市長がぶーたれる制度が悪い。川崎は全国一影響を受けている。世論です。川崎だからとしか、それが日本人の民意ってことだろ。子育て世代優遇政策ないし、寄付したくなるような政治しろよ。寄付してもらえるような魅力がないってことなんだよな。川崎住んでたけど役所の対応クソ悪かった大変なのかな。全国一の悪性の結果ではないですかね。全国一なんつうの流出しちゃう。日本人だけ罰則対象のヘイトスピーチ条例とか作っちゃうからね。これに抗議してですね、市長退陣要求でもやると、なぜか芝木隊が現れて、でも妨害し腐るしね。100人も来てましたよ。1回参加しましたけど、妨害全くもって不可解っすよね。市長と芝木隊が結託してるって証拠ですよね。そういえばですね、川口駅前に来る芝木隊も何考えてんだろう。クルド人がダメっつってんでだって、お前らがダメって言ってんではねえんですけど、芝木隊はね、合法的に滞在してる、連中だと思うんですけれども、合法的に滞在してる連中からしたら、不法滞在外国人は嫌なんじゃないの、敵なんじゃないの、違うの。不法滞在者のせいでだから外国人はって評判悪くなったら嫌なんじゃないの、合法的に滞在してる人は。そこわかんないですよね。なんだか、なんで妨害に行くんだか。ふるさとの納税の返礼品はキムチ、これマジです。市役所員に外国人が多数いてですね、福祉課に移動を希望しているって外国人もいるって、芝木隊のお仲間神奈川新聞の記事になってましたし、制度のせいじゃなくて、多数派の日本人住民に愛想つかされたんでしょうね。ぶーたれる前にそれ自覚しろ。自業自得や因果応報って評価多かったですよ。
睡眠時間6時間以下の男性は 37.5%、 女性は 40.6%、 だいたい4割、皆さん6時間以上寝てらっしゃいますか？日本人の睡眠時間は OECD 33カ国中ワースト、7時間22分であった。33カ国平均は8時間28分だった。1位の南アフリカは9時間13分、だった、いう話、世論です。スマホのせい、いつまでもスマホをいじってるからだ。睡眠不足は気合と根性でカバーすればよい。できねえよ。こんなすでに書き込みしてないで寝ろ。スマホ捨てて電気消せ。残業ばっかさせるから。寝られねえんだよ。マイスリー出してくれよ。寝てない自慢するバカがいるから。なんかバブルの24時間戦いますかみたいな、そういう時代もありましたね。体質で頑張っても3時間しか寝れない。なんかショートスリッパーの人、で、ショートスリッパーって体質あるみたいですけど、なんかボゲるみたいよ。年取って。ボゲちゃうみたいよ。睡眠管理庁ができる流れ、増税のために、睡眠薬使用量日本が1位だそうで驚きました。てっきりアメリカかと思ってた。南アフリカ寝すぎって思ってましたけど、これベッドに入ってた時間の調査で、実際の睡眠時間ではないみたいであります。南アフリカの人はベッドに入ってる時間が長いと、決して寝腐ってるわけではないんではないか。スマホいじってるせいの意見が多かったであります。女性の方が若干睡眠不足なのは、女性の方が自己評価が気になって SNS 中毒が多いから説とも一致しております。まあ中にはね、子供に弁当作んないとなんて要因もあるかもしれないですけどね。お母さん大変ですよね。私は動物病院経営時代も含め20年ほどは毎日6時間半ぐらいの睡眠ですっきりしておりました。今はもうちょっと寝ております。皆さんは毎日どのぐらい寝てらっしゃいますでしょうか？長く寝た方がハゲないって説もありますよ。ホームレスはハゲない、ハゲが少ないっていうのは調査で分かった事実、ではそれはなぜなのかって議論が起きまして、ホームレスは圧倒的に睡眠時間が長いからでは、これ実際には証明されてませんけれどもあるかもしれないなと思っています。ドイツの養老施設で行われたおもろい実験、もうご紹介。ヌードカレンダーやヌードポスターなどが至る所に貼ってある施設のおじいちゃんは、そういうものを一切排除した施設のじいちゃんより明らかに長生きした。なるほど、愛は地球を救わないがおっぱいはじいさんを救う、事実の模様であります。メガネ政権、いくつになっても働きたければ働ける環境整備を目指す。2チャンスレッド、定年した親父が年金だけじゃ厳しいからショッピングモールでカート整理のバイトするって言ってた。東証一部企業の部長で資産もいっぱいあるのになぜ、貯金もいっぱいあるのになぜっていうスレッド、世論です。ボケ防止、暇つぶし、小遣い稼ぎの一石三鳥、趣味がないタイプの老後あるある、金がないは嘘で家にいたくないんだろう、体動かさないのが一番良くないから暇やろうしええやろ、家にいるとボケるぞガチで、ボケ防止マジで大事や、家おったらマジやあかん、むしろ立派な人やで、ええやん支えてやる、上場企業部長だったっていうプライド気にせずバイトできるお父さんね、そういう人だから部長にまでなれたんでは、とにかく偉いな、キリスト教の影響が強い国だと労働イコール苦行って考えが強いそうなんですよね。だから労働時間を短縮せようであるとか週休2日だとか、日本は昔半ドンつって土曜日は午前中だけは働いてたのね。ラー帝国は最高神のアマテラス大御神様が旗織りするぐらいで他の後進国とは違いますよね。労働は尊いですよ。刑務所も労役を拒否できるんですけど、それだと一日の時間が長くてたまんねえからほとんどの人が労役を希望するそうで、中にはですね体悪いとか、あまりにも高齢でみたいな、やんなくて済む人もいるんでしょうけど、それだと一日長くてしょうがないんだって。懲役太郎チャンネル見てたらそんなこと言ってました。でね、時間が早く経つのが結構重労働が時間早く経つんだ、だから俺はいつも
溶接工場を希望していた、3回刑務所行ったらしいですけど、懲役太郎さんね。まあそんなことを言っておりました。というわけで、メール当院さん、どういうわけで、大募集であります。メール、毎日届く、読むだけで賢くなるメールをご購読くださり、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。